ババーン今日はね、主にリサイクルショップで買った、ソフビで汚れていたものを丸洗いしてみました。はい、ということで、けいで、こんにちは、ひかりです。はい。今回ね、ほんとね、久しぶりだね、ソフビを丸洗いしたね。うん。いや、最近だともう拭いたりはするんだけども、がっつりは洗えてなかったわけよ。ちょっと今回がっつり洗ってみました。 まあ、ソフビ洗うときにこういう風にね、分割しなきゃいけないから、まあ、基本的にはお風呂場でシャワーを温かい温度にして、分割し、あの、温めて、分割して、最後は乾かした後はね、ドライヤーで温めながらくっつけようと思ってるんだけど、分割して洗ってたんだけど、もう途中からめんどくさくなって、普通に丸洗いしてました、このまんま。まあ、いけそうかなと思って、うん。これ全部あのさ、詰め合わせに入ってたやつ。 基本的にしつこい汚れとかいうよりも、なんか、ホコリの汚れみたいなやつだったから、ね。まあ、っと、え、あの、エアーで拭いてもね、取れ、きれないかなと思ったからね。まあ、素を洗えるんでね、丸洗いしました。うん。結構綺麗になったかなと思うんだけどね。一応ね、これと、サソリオレンジは分解して、あの、ブラシで、あの、歯ブラシ、いらなくなった歯ブラシみたいなやつで、あの、磨きました。そしたら顔の汚れとかも取れたからね。汚れっていうか、ホコリが詰まってるみたいな感じだったからね。 これとかもすげえほこりまみれだったんだけど、完全に綺麗になった感じはしますね。一応中性洗剤で洗いました。うん。全部。中性洗剤っていうのは、あの、食器洗い用の洗剤で洗いましたね。うん。あ、これとか全然、すごい汚れがひどいな、これ。ほら見て。これとかこ擦んなきゃ取れなかったかもしれない。この汚れっていうかもう、これは洗って取れるもんじゃないな。うん。一応水洗いしたんで全体的にホコリっぽかったんですよ。なんかあの、 中古だからね。それが大体取れたのが良かったかなと思います。これでまあ、まあまあ遊べるかなっていうぐらいにはなったかなと思いますけどね。マジレンジャーを早く見ないとこの武器が何なのかとか、このね、スーパーマジレンジャーみたいなやつが何なのかとかわかんないからね。一応ね、もう丸一日乾燥させたんで、タオルの上でね、風通しのいいとこで。なのでまあ、たいみんな、乾いたなとは思いますけど、うん。 まあね、こういうね、あのー、塗装、塗装汚れっていうの。こういうのはね、さすがに丸洗いしても取れないんでね。まあ、全体的なホコリが取れたからいいかなと思います。うん。味しいで、あとは最後にこれをくっつけなきゃいけないんだけど、多分ね、別にこのままでもいけるんだろうけど、そう、あんまりねい、痛めちゃうからね、結構、まあ。いけなくはないと思うんだけどね。やってみようか。あ、え、あんまり痛めるんだ、む、痛む、痛む。 ほら、塗装がついちゃった感じするもん。大丈夫かななんか痛みそうだから、うん。あ、ドライヤーで温めてやりたいと思います。本当はお湯で温めるのはいいんだろうけど、また濡れちゃうからね。中カびちゃうからね。そうそう、もう多分中まで乾いてるかなと思うんだけど。ドライヤーで。これとかすげえコりまみれだったからね。なんだっけアーマードなんだっけこれ。アーマードブローザム。うん。だから結構これ綺麗になったんだよ、実は。 元がすごい汚かったからさ、まあ元々動画撮っとけばよかったんだけど、そうそう忘れちゃってて、あとは前半目だ。うわぁ、いいな、今回ね、これでね、なんか味しめたんで、また今度お風呂場でこの子のね、この子、ミラクスミ,なんだっけミ,ミラクルだっけミ,ミラクロだ、ミラクロ。セアスネルこれとかすごくないこの汚れ。これとか拭いても切れないじゃん、だからこれ丸洗いしようと思います。パーツ分割して。 あのね、この量でね、やるの大変だったから、一個か、一個ずつかなうん。お風呂入るたんびに一緒に入ればいいんじゃないかなとか思って。次この子は洗おうかなと思ってます。うん。この汚れだからね、これぐらい汚れてたんだから、アーマード、グローザムだっけグローザム。それがね、ほら。綺麗なもんだよね。ねちょ、これね、ブラシとかで擦りながら洗ったからね。まあ正直ね、ブラシなくてもね、 ほこり汚れみたいなやつは大体ね、取れますけどね、シャワーでバーっと当てれば。うん。で、中性洗剤の入ったお湯に、こうガチャガチャってやって、またシャワーでガーってやれば、まあ、ブラシなくてもいけるかなとは思いましたけど。うん。みんな結構綺麗になったな。あ、これとかも,もう、ほんともうね、触るのはちょっと嫌なぐらいね、汚れてたんだけどね。あでもやっぱこの、ぎ目に水が若干入ってるな。 ま、この時期だからカビが生えることないからね。まあ、徐々に抜けてくる人し遊んでるうちに。ちょっと、こう、めっちゃ水出てきた。あ、やっぱ分割した方が良さそうだな。うん。数あると厳しいけど、少しずつだったらやれるから、また、ね、しばらくして、また汚れたらあろうかな。うん。まあ、こうやって装備もね、大切にね、うん、しなきゃねこ、いくら詰め合わせできた装備とはいえね。この辺とかもね。 せっかくだからね、綺麗にしました。うん。せっかくならね、丸洗いしたいもんね。まあ、皆さんのね、ソフビのこのお手入れ方法なんかもあったら、よかったら教えてください。はい。ということでね、この動画良かったなと思ったら、ぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録やね、コメントもお願いします。それではまた、バイバーイ。